ご主人、早く戻りたい。戻らないと、また後悔する。また自分を許せなくなる。嫌だ嫌だ嫌だ、もう後悔したくない、もう泣きたくない。ご主人のおそばでご主人を導く、それが私のすべて。こんなところで無意味に寝ていて何になる。ご主人は無事なのか、お母様はあの状況で危害を加えていないのか。錠剤を使ったということは他の子にも障害が出ていないでしょうね。せっかくここまでやってきたのに、ここからあと数年で以前よりも素晴らしい世界を見出せたかもしれないのに。ああ、憎い、邪魔ばかり。私がいっそのこと、メルトリアを潰すか。力が戻れば、アリルは惨殺、ルトアは考察、メルメアは小殺、リルルは窒息、アルメトは壊死、メアトルは裏切りで首を刺殺、リトアは拷問し、トアは永久に拷問の世界で苦しめたい。お母様は、ずっとそばで目を強制的に見開かせて、私たちの栄光を見せつけ続けるのがいい。己の間違い、己にできなかった未来を瞬きすら許さないほど、身動きすら許さないほど一瞬すらも目を離させない。それが報いだ。夜中に意識もなく独り言。メリアは脆い、パトという精神的な柱がなければメリアはすぐに瓦解する。それこそいとも簡単に。皮肉だな、依存を最も得意とするメリアが実は一番依存に囚われているとはな、滑稽そのものだ。お前に精神の環境を与えてやる。メルリアで精神を落ち着かせ、アリルで精神を盛大に乱せ、そして壊れかけた精神でパトに合わせる。せいぜいやってから尽くすといいさ。今で大量的な依存、それをもっと悪化させれば、内部崩壊を招く恐れもあるな。一番パトを助けたいと願うメリアが一番パトの破滅に導く、最高の需要だろ、母上。読書の邪魔なので出て行ってくれませんか。大丈夫ですよ、ちゃんと口裏合わせますよ。アリル姉様はちゃんと四六時中私を見張っていた。おかげで私は何も悪だくみできませんでしたって。記憶に入れるのも嫌なくらい痛々しい本だ。よくもこんな内容を書けるものだ。常軌を逸してる。それを読んでもご主人の良さを理解できないとは、感性が乏しいというか、センスがないと言いますか。いや、こればかりは絶対メリアのセンスが悪いというか気持ち悪い。だがわからない、メリアはなんで自分とは違う誰かに全力になれる。使命か、第一位に尽くせと母親に言われたから忠実に守っているのか、なら始まりがもし違えばメリアは第一位の敵であり、尽くす理由にもならなかったのではないか。他人はどこまでも他人だ、自身よりも優先する理由にはなり得ない。それがあり得るのは自身の弱さ、成し遂げられない目標を成し遂げられるものに期待するとき、誰かと協力して成し得るとき、自分自身ではできないことをフォローする形で他人を利用する。聞きなさいよ、人の話。はい、そうですね。ならアリル姉様は一人で何を成し遂げられるのですか。一人では何事にも限界は存在しますよ。証拠に完璧な存在と呼ばれるメルトリア一族ですら帝王神という完全無欠な地位に立てたのはお母様一名のみ。次世代はご主人に奪われ、メルトリア一族全員敗退。笑っちゃいますね。他人を求めないほど優秀なアリル姉様でさえ、敗者、なのに誰にも力を借りようとしない。それは強さではなくうぬぼれって言うんじゃないですか。アリル姉様の理屈を尊重したとしても全然お話にならない。その発言が許されるのは帝王信仰補助列1位であるご主人、パト様とお母様のみ。アリルが発していい発言ではないですよ。滑稽なので私は好きですけど。だからアリルは専属品を作ってもすぐに捨てられるんじゃないですか。前代未聞ですからね。専属品からあなたにはついていけないから殺してくれ。って言われたって。言葉には気をつけろメリア、八つ咲きにされたいか。どうぞお好きに、私はあなたと違って専属品なんでね、死なないんですよ、残念ながら。拷問でもします、ただ、意味あるかな、アリルに泣かされるとは思えませんけどね、私は。ほら、さっさと下げろ、武器が泣いているぞ、こんな程度の低いことで使われるとね。お前がアーの過去に気安く触れるな、アーの価値観に気安く意見するな、お前の価値観だって狂っているだろう。そうですね、あなた方から見たら到底理解できないでしょうね。納得できないなら1位にでもなればいいじゃないですか。だけどあなたは1位になれる器ではない。所詮は9位。独裁をする技量も器量もなければ勢いもない。何もかもが中途半端な。あなたが何をしても中途半端な結果しか生まれない。極端な私の思考、いえ家族の思考を理解できないあなたは帝王神の器にはなり得ない。同じ土俵で話すな、腹立たしい。そう、もう帰る。やはりメリア、お前は嫌いだ。やはり、アリル姉様とメルリア姉様はダメだ。帝王神の器にはなり得ない。まだ普段から何もしないくせに、8位のルトア姉様から帝王神
私含め、絶対に帝王神の器になり得ない。キウイのアリルは分布を意識しすぎた結果、突出するものがなく、一番平凡に仕上がった。キウイの私はご主人の専属品として生まれた。そもそも帝王神にするつもりのない存在。11位のメルリア姉様は私以下、つまり絶対に帝王神にさせたくないというお母様の思考の表れ。12位のソフィアは一睡脳で帝王神にさせる気なんて微塵もない。アリルは早い段階で私に兵を集めておきたい。今後帝国で何か起きた時、もしくは戦争が起きた時、アリルが私を殺そうと動かせるために。本当わかりやすい。早い段階でアリルとメルリアの二人をご主人の陣営に入れておかないと、ご主人が戦えない現状。あの二人を早い段階で陣営に入れ、鍛え、今後の上位の兄様姉様たちの戦いに備えておかないと。姉と後、メルリア姉様には姉を、アリルには後を、この分配は好都合、利用しますよ。めったにないアプローチ期間ですからね。メルリア姉様、私はこの部屋とお風呂の往復でそろそろ飽きてきたのですが、どこか連れ出してくれませんか？確か室内にいないといけないっていう不正はなかったと思いますけど。いえいえ、ありますよ。単独で動こうとしたらトア兄様が妨害に来るのですよ。だからメルリア姉様が同伴ならいいと思うんですけどね。昨日アリルから聞いてたから不機嫌を覚悟してたけど、すごく機嫌がいいですね。私なんかメリア叩いてるのに。どうしました、メルリア姉様。いえ、メリアがすごく友好的で。いいじゃないですか、兄弟でも相性はあります。私はメルリア姉様を気に入った。アリル姉様は気に入らない。メルリア姉様だって兄弟全員と仲がいいわけではないですよね。確かにそうですけど。何この部屋、メルトリアの城にこんな部屋なんて。メルリア姉様、なぜ私が軟禁されていた部屋から外に出るまでの間にこんな部屋があるのですか？私のもう一つの使命です。メリアの部屋にたどり着く間に8部屋、同じ構造の部屋を作るようにと。8部屋、まさかご主人一人に対して私たちメルトリアをぶつけるつもりか。それにしては1部屋足りない。兄弟は私含め10人、私は例外としても残り9人。メルリア姉様、本当に8部屋ですか？ 9 部屋ではなく。もともとは9部屋でしたけど、トア兄様の命令で8部屋に変更しています。わざわざ何に使うのでしょうかね。トア兄様はご主人と対峙する気がないみたいですね。つまり帝王神候補8人を置いて、メリアを助けたければ全員を倒せ、とするつもりか。余計に首を絞めている。お母様は今のご主人を買いかぶりすぎです。こんなことをしたら絶対に私のところにはたどり着かない。どこまで見ている、どこまで読んでいる。お母様の理想像がわからない。全知全能が機能していれば多少は読めたはずなのに。あのクソ生意気な妹が、あの澄ました顔を恐怖に染め上げてやろうか。こっちが下手に出てたら好き放題って。アリル、喧嘩して気に入らないからといって指名放棄をするのは感心しないな。ならとアーニが行けばいいでしょ。アーはあんな奴に気を使うのも嫌。嫌じゃないだろ、口喧嘩で言い返せないから逃げ出した。お前にプライドはないのか？それで武力を見せない相手に武力で脅して、そしてそれを流されて。フォローもできないな。メリアが嫌いならなぜメリアの嫌がるところを責めない。我ならメリアが黙ってもまだ追い込む。もういいと言っても追い込む。口を聞かなくても耳は聞こえるからな。耳を潰したら脳内に直接だ。そして脳を潰したら脳だけ蘇生させて無理やりにでも。聞き分けがないなら実演してやろうか。愚昧に他者への追い込み方を教えてやる。本当メルトリアはクソばっかだ。さっさとこんな家庭から抜け出してやる。私より全体的に出てる場面少ないのに、主様と距離感すごく近いんだもんな。慈愛ですよ、慈悲と愛、この二つが揃えば無敵です。私はすっごい慈悲だけど、愛はちょっとな。イチャイチャしたいわけでもエロエロしたいわけでもないし。イチャイチャもエロエロも受け入れるのですよ、慈愛なら。それじゃあルラ様に任せた。私面倒くさいの嫌だから。慈悲の天使王なら配下のお手本になるようにしなさい。まったく。メルトリアのギスギスが続くけど、次回も曇った表情をお楽しみに。そんな宣伝がありますか？